しますか？これでフォレストランドに行けるな。アクアニウムはどうします？またどこかへ隠していきますか？いや、持って行った方がいいと思う。本国に帰ればアクアニウムレーダーがあるってあっちの将軍が言ってたからな。多分隠しても無駄だ。だから奴らはアクアニウムの正確な場所が分かったのか。しかしそうなるとアクアニウムを持ち歩けばこちらの居場所が簡単にバレてしまうことになるな。ちょっとアクアニウムを見せてもらっていいですか？おう。なるほど。そのレーダーはおそらく特殊な波長を選んで受信するタイプですね。レーダー電波の反射を受信するわけじゃないということか。はい。だからこうしてやれば、これでアクアニウムの波長を遮断できたはずです。なるほど。本当にわかったんですか？わかるわけないだろ。けどこれで奴らに見つからないんだろ。これで憂いは消えた。いよいよ出発できるな。ああ、待ってろよ、フォレストランド軍。レーダーがあるのになぜ奴らは暗に案内させたんじゃろうな。サンドランド内では本国と通信できないのだろう。奴らの通信網が整っていないのは数少ないこちら側の有利な点だ。水に満たされているせいか、心なしか神聖な空気を感じるな。気持ち悪いこと言うなよ。俺、頭痛くなってきた。私もです。おお、ほっと。出口は向こう側のようですが、このままでは進めませんな。水位を上げれば渡れそうだな。お、怪しいレバー発見。倒してみるか。
の高さが上がったぞ。他のレバーも倒せば先に進めそうだな。次は向こうに進んでみようぜ。よっしゃ。これで先に進めるようになったな。楽勝だぜ。ほっと。通路が続いてそうだが、水のせいで進めんな。王子、水に沈んでいるぞ。一度出直そう。
チョ上がり。ここは深そうだな。ホバーで進もう。ほっと。楽しかったぞ。よし、水が上がりきったぞ。何が待ってるのかワクワクするな。
まりじゃん。ここは祭壇のようだな。やはり行き止まりのようだ。引き返すしかなさそうじゃな。穴に向かって水が流れ込んでるじゃん。ここを滑り降りるんじゃねえの？ご冗談を。ただの水路ですよ。でもさ、面白そうじゃない？わしは絶対に嫌ですぞ。ひょえ！ホバリングでかわせ。死ぬかと思った。どうした、青さん。先ほどの方向の主が気になってな。だったら呼び出してやればいいじゃん。え？おーい、出てこいよ。王子、やめてください。ですか？イカでもタコでもどっちでもいい。早く倒すぞ、王子。うえー、ぬるぬるしてて気持ち悪いな。油断するなよ、王子。銃弾は効くようだ。どこ行きやがった。
下、下、水の中に。気をつけてくだされ。攻め崩してやれ。もう少しですぞ。その調子だ。もう一息だ。油断するな。どこだ、ここ。嗅ぎ慣れない匂いだ。空気がきれいすぎて、ちょっと気持ち悪くなってきた。おっさんとシーフは、いねえな。迷子かな。しょうがない、探してやるか。出てこいよ。悪魔相手に隠れても無駄だ。あ、悪魔って魔物のこと？おーおー、ゾロゾロ出てきやがった。
本当に魔物だ。どうなってやがる。なんで魔物がフォレストランドに。え、ここフォレストランドなのか。すごいすごい、僕初めて見たよ。はしゃいでる場合じゃねえ、取り囲め。薄汚い魔物に俺たちの国を踏み荒らされてたまるか。またそういうのかよ。お前らもフォレストランド軍か。まあいいや、やろうってんなら相手になってやる。気をつけろ。魔物に触られたら呪われるぞ。エピのやつと同じこと言ってやがる。やっ、気をつけろ。魔物に触られたら呪われるぞ。触られちまった。もうダメだ。俺はここで。泣き言はやめろ。俺たちで国を守るんだ。こんな奴にフォレストランドを怪我させるものか。まだ言うかこの野郎。待つんだ王子。おっさんシーフ、ずいぶん暴れたようだな。悪魔の王子を舐めるからだ。もっと懲らしめてやればよろしいのに。そこらで勘弁してやってくれ。誰だお前。それがしはランゴ、そこにいる者たちの棟梁だ。流れ着いたシーフと私を助けてくれた恩人でもある。へえ。ベルゼブブ殿、若い者たちの非礼申し訳なかった。ランゴさん、魔物なんぞに頭を下げるなんて。いい加減にせんか、ウド。客人に礼を書くのは畜生以下の行いだ。客人って、そいつは魔物なんですよ。そんな危険な奴をレジスタンスに入れるつもりですか。レジスタンス。まあそのあたりは道すがら話すことにしよう。すまなかったな、ベルゼブブ殿。フォレストランドは魔物を恐れる者が多い。もういいよ、いつものことだ。まあ、ちっとは楽しかったぞ。ラオ殿とシーフ殿から話は聞いた。今ロゼッタの戦車隊に石膏を放ってお嬢の居場所を探らせておる。どこへ連れて行かれたか分かれば総力を挙げて取り返しに行くさ。時にあなたは何者かね。ただ者ではないとお見受けするが。何の側近でありながら敬愛する王の危機を救えず、甘えたい盛りの幼い王女を連れて逃げることしかできなかった。無力な老いぼれだ。
ブレッドはクーデターを起こしてまで何を成し遂げようとしている。アンは国を大きくするためだと言っていたが、それだけとは。それは俺たちも聞かせてもらいたいな。スイマーズ、なぜお前たちがここに。手は貸さないって言ってなかったっけ。二度と会うことはないとカッコつけてもいましたな。うるさい。昔の仲間に頼まれたら断るんだろうが。なんだじいさん、こいつらのコソ泥仲間だったのか。気高い反乱軍の同志だ。ではあなたとはサンドランドで。そういうことだ、シバ将軍。かつての強敵が今は味方とは、なんとも頼もしい話だな。あくまで俺たちはランゴと組んだだけだからな。パパ、顔が赤いよ。余計なことを言うな。それよりブレッドの狙いを教えろ。あやつの目的はこの世界に残る5つのアクアニウムを集めて空中要塞ガラムを復活させることだ。空中要塞。かつてピッチ人の母艦としてフラットランドに降り立った宇宙船を戦争のために改造した世界最大級の空飛ぶ戦艦と言われておる。その実態は不明だが、一説では世界の中心として栄華を極めたフラットランドを三日三晩で海に沈めたとてつもない兵器という話もある。それってゼウの巨大戦艦よりすごいのか。比べ物にならんだろうな。何せこっちはアクアニウム5つだ。そんなものが復活したらどうなってしまうんじゃ。ブレッドが世界を意のままにする力を手に入れることになろうな。冗談じゃないぞ。誰かの言いなりなんて真っ昼だ。そうだからこそ我々は。ランゴさん、話の途中ですまぬ、用ができてしまった。少し時間がかかりそうだから、その間に体を休めてはどうかな。そうさせてもらおう。泳ぎ同士で疲れてたところだ。私たちはキャンプを見て回るか。できるだけ情報を集めておきたい。わかった。さっきの魔物さん、僕のこと覚えてる？さあ、人間の顔っていまいち覚えにくいんだよな。魔物にとって人間の顔は覚えにくいと。メモするようなことじゃなかろう。いやいや、知識は宝だよ。特に僕みたいな体が弱い人間には。なんでひ弱なのにレジスタンスなんてやってるんだ。そりゃジャム国王を慕ってる国王派だからさ。ここにいるみんながそうだよ。好きだから命を懸けて救おうと。人間の考えることはよくわからんな。魔物は誰かのために命を懸けるのは理解できないと。その言い方はなんか違うぞ。わしだって大魔王様のためなら。俺のためには、そうですな、ヒゲくらいならかけますぞ。シーフってそういうとこあるよな。さっきは悪かったな。ほう、殊勝な態度じゃな。王子の偉大さが分かったか。
勘違いすんじゃねえ。ランゴさんに言われて謝っただけだ。謝るのか喧嘩売るのかどっちだよ。謝る。ならばこの話はここまでにしよう。ところで空中要塞ガラムのことを何か知っているかね。俺は新人で下っ端だから大したことは知らねえ。ウドさんは50年前に世界が滅びかけた大戦争の再現になるとか言ってたな。俺にはピンとこねえけど、ウドさんが言うならそうなんだろうよ。30年前の悲劇どころか50年前の悪夢の再来とは。ビアンさん、ランゴさんはどうしました？血相を変えて。お嬢の居場所が分かったんです。なんと、それは一大事。ランゴさんは司令室です。聞いたな、王子。ランゴのところへ行こう。ああ。見つかったって？うん。ロゼッタの戦車隊が北東のエンドミル基地に入った。レジスタンスはすぐにでもエンドミル基地に向けて立つ。力を貸してくれるなら基地まで来てほしい。